はいどうも、ゆきともです。新年明けましておめでとうございます。めでたい新年一発目の動画なんですけど、まあ、特にね、新年らしいこともせずに、普通に毎週更新している新刊ラノベの売上ランキングをチェックしていきたいと思います。今回の対象期間は12月20日から12月26日までの1週間です。今年1年、ラノベの面白さを伝えられるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。先週は電撃文庫の創薬とある魔術のインデックスの第5巻が2週連続1位だったロシデレを打ち破り1位となっていましたね。ただ今週は12月後半発売の新刊がもう山ほど発売されているので、ランキングも相当変動していると思います。まあ、上位ランキングもねガラッと変わっていると思いますので、新鮮な気持ちでランキング結果を見ていきましょう。まずは20位から11位までをサクッと見ていきます。第20位、先週1位から19ランクダウン、電撃文庫創薬とある魔術のインデックス第5巻。なんと先週1位だった金書の最新巻がものすごい順位を下げてしまいましたね。なんかこう対ロシデレに全ての力を使い切ってしまったって感じですかね。続いて19位、先週7位から12ランクダウン、 MF 文庫 J 探偵はもう死んでいる第6巻。端持ち最新巻が、今週もギリギリランクインしていますね。11月発売の新刊なんですが、これって12月発売の MF 文庫 J の新刊より普通に売れている可能性すらありますね。続いて18位、先週27位から9ランクアップ、ファンタジア文庫、 S 級ギルドを追放されたけど実は俺だけドラゴンの言葉がわかるので気づいた時には竜騎士の頂点を極めていました第2巻。先週から順位を上げてきていますね。こちらは追放から始まる成り上がり系のファンタジー作品です。ドラゴンを仲間にしていくというのが特徴的ですね。まあそれにしても毎回思うんですが、タイトル長すぎて毎回3回くらいは言い直しているので、まあ著者のね三木なずな先生に謝罪をちょっと要求したいですね。続いて17位、初登場セシル文庫、上司と婚約ドリームスペシャル、男系大家族物語第20巻。こちらは BL 系のシリーズのようですね。20巻目となかなか大作になっています。ちなみに著者は今年作家歴25周年の超ベテラン作家さんのようですね。いやーすごいですね。続いて16位、初登場オーバーラップ文庫、最強の支援職話術師である俺は世界最強クランを従える第4巻。オーバーラップ文庫の新刊がランクインしています。仲間を集めて最強のクランを目指す成り上がり系のファンタジーシリーズですね。ストイックな主人公があの手この手で敵を打倒していくので、単純な俺杖ものではないっていうのも特徴ですね。コミカライズ連載もされていますが、かなりクオリティ高いのでそちらもおすすめします。続いて15位、初登場ダッシュ X 文庫、マダンノーとミーチェリア第10巻。マダンノーシリーズのパラレルワールド作品であるミーチェリアがしっかりランクインしてきています。パラレルとして始まったシリーズですが、気づけばもう10巻目ですか。もう立派なダッシュ X 文庫の看板作品ですね。シリーズ累計発行部数は40万部を突破しているようです。続いて14位、先週10位から4ランクダウン、 MF 文庫 J グッバイ宣言。人気ボカロ楽曲のラノベ化で話題となった本作、先週急にランキングが再浮上してびっくりしたんですけど、今週もなかなか良い位置にランクインしていますね。ボカロ楽曲ラノベって楽曲が聴かれている限り新規読者が入り続けると思うので、普通のラノベより息の長いコンテンツになりそうな気がしています。これ来週もランキングに入ってくるかもしれませんね。続いて13位、初登場角川スニーカー文庫、世界最速のレベルアップ第3巻。1月刊行扱いになるんですが、角川スニーカー文庫は今月発売日がめちゃくちゃ早くなっていて、ここでランクインしてきています。現実世界にダンジョンができて始まる現代冒険ファンタジー作品ですね。ハズレだったスキルが覚醒して誰よりも速い速度で最強へと近づいていく成長要素が楽しめます。格上のモンスターともがっつり戦うのでひりつくバトルも楽しめる作品ですね。続いて12位、初登場ダッシュ X 文庫、劣等眼の転生魔術師第6巻。ダッシュ X 文庫の新刊がさらに入ってきました。このシリーズは毎回しっかり良い順位からスタートしていますね。関数的にはまあ中堅どころって感じですし、ダッシュ X 文庫の中ではかなり有望株なんじゃないですかね。ここ最近ダッシュ X 文庫のアニメ化予定はまあ英雄教室ぐらいですし、この作品に白羽の矢が立つ可能性もありそうですね。続いて11位、初
初登場 MF 文庫 J クラスの大嫌いな女子と結婚することになった第4巻 YouTube 漫画原作のほぼ元祖と言っても良い本作、惜しくもトップ10には入りませんでしたが、まあ、最新巻も堅調なスタートですね。犬猿の中の同級生と突如結婚することになり同棲生活が始まる本作、ツンデレヒロインがしっかりツンツンしているのはポイントです。素直になれない主人公とヒロインが徐々に惹かれ合っていく展開にニヤニヤすること間違いなしです。ということで11位までの結果を見ていきました。全体的に新刊がかなりランクインしていますね。ただ新シリーズがあまり入っていないっていうのはちょっと残念ではあります。 MF 文庫 J とか結構新シリーズ発売されていたと思うので入ってくるかなと思いましたが、なかなか出てきていませんね。上位ランキングに食い込んでいるんでしょうか。それではね、気になるトップ10の結果を見ていきましょう。まずは第10位からです。初登場オーバーラップ文庫、 D 級冒険者の俺、なぜか勇者パーティーに勧誘された挙句王女に付きまとわれている、第3巻。まずはオーバーラップ文庫の新刊が入ってきました。勇者志望の主人公がぐうたらしたくて冒険者に鞍替えして始まる冒険ファンタジーですね。表紙イラストが美しくて目を引きますね。リーチュ先生のイラストかなり好きです。内容的にもね、盛り上がる感になっているようですね。続いて第9位。初登場、角川スニーカー文庫。お見合いしたくなかったので、無理難題な条件をつけたら、同級生が来た件について第3巻。お次はスニーカー文庫の純愛シリーズが来ました。お見合いから始まる偽装カップルものなんですけど、タイトルから受ける印象よりも、かなりしっとりとした恋愛ものになっていて、個人的にはかなり好きなシリーズですね。一歩ずつ距離を近づけていく恋愛模様が魅力的なシリーズなので、未読の方はチェックしてみてください。続いて第8位。先週3位から5ランクダウン、 MF 文庫 J ノーゲームノーライフ11巻。のげなら最新巻がさすがに順位を下げてきましたが、それでもトップ10内をキープしています。これで5週連続のランクインですね。これはまだまだ来週もランキングに入ってきそうです。続いて第7位。先週12位から5ランクアップ、ファンタジア文庫スパイ教室短編集第2巻。スパイ教室が先週から大幅に順位を上げてきています。一気にトップ10内に入ってきましたね。集計期間的なところもあるんですけど、まあ、さすがね、ファンタジア文庫の主力シリーズなだけはあります。短編集でもしっかり存在感見せてくれますね。2022年はそろそろアニメ化発表なんかもありそうですし、より目にする機会も増えるかもしれませんね。続いて第6位。初登場オーバーラップ文庫、ありふれた職業で世界最強ゼロ第6巻。ありふれの外伝小説がランクイン。本編の過去を描くシリーズですが、この巻で最終巻となります。ありふれは冬アニメからアニメ第2期も始まりますし、本編の方も1月に最新巻が発売となります。今年が一番盛り上がる年になりそうな雰囲気ですね。アニメの方もクオリティ高いものになってくれるといいんですけど、どうなるんでしょうか。続いて第5位。先週2位から3ランクダウン、角川スニーカー文庫、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん第3巻。先週惜しくも3週連続1位を逃したロシデレですが、しっかりトップ5以内をキープしています。そういえば今週は期間がランクインしていなかったですね。第2巻が発売した時は、まあ、異常なほどランキングに入っていたんですが、今回は少し控えめな印象でしたね。まあ、それでもね、今年はどれだけロシデレが勢いを伸ばしていくのかは要注目ポイントです。アニメ化まで行っちゃうんですかね。続いて第4位。初登場 MF 文庫 J 義妹生活第4巻。 YouTube チャンネル初の家庭内ラブコメ作品の最新巻。自分も今ちょうど最新巻読んでいる最中なんですが、まあ、主人公とヒロインの距離感が絶妙で、青春感がマシマシになっていてすごくいいんですよね。義理の妹との恋愛ものとして面白さが倍増しているので、家庭内ラブコメ好きはぜひチェックしてほしいです。著者の三河ゴースト先生は、芋うざがアニメ化も控えているんですけど、ワンチャンこっちの義妹生活もアニメ化しそうな気もしますね。そしてここからトップ3の発表です。新刊がたくさん発売された期間なので、ランキングもかなり新鮮味がありますね。ここから上のトップ3はいずれも初登場の新刊です。大ヒットシリーズやアニメ化作品など、なかなか強いラインナップになっていますので、結果がどうなるのか気になります。それではトップ3の結果見ていきましょう。まずは第3位からの発表です。第3位。初登場 MF 文庫 J 被弾のアリア36巻。 MF 文庫 J の中でも圧倒的関数になっている現代異能バトルシリーズです。
なんかもう関数表記意味不明になってますよね。 X がね3つも並んでることなんてそうそうないですよ。もうパッと見て今が一体何巻なのかわからないっていう問題もありそうです。内容的にはスケール感どんどん大きくなっているので、果たしてね物語が終わるのはいつ頃になるんでしょうか。ここまで来たらねもう行けるところまで行っちゃってほしいですね。続いて第2位、初登場オーバーラップ文庫、現実主義勇者の王国再建記16巻。ここで現実主義勇者の新刊が入ってきました。避難のアリアよりも上に入ってくるんですね。現実主義勇者は冬アニメで第2クールが放送されますが、第1クールね結構楽しめたので期待しています。冬のラノベアニメは戦記ファンタジーもまあ何本かありますので、これをきっかけにラノベの方も戦記ファンタジー増えてほしいですね。まあこのシリーズまだね自分は序盤までしか読めていませんので、まあ原作の方もコツコツ読んでいこうかなと思っています。ということで今週の第1位は、初登場 MF 文庫 J、 リゼロから始める異世界生活28巻。リゼロ最新巻が第1位を獲得してきました。もうここら辺はさすがとしか言いようがないですね。巻数ももうすぐ本編だけで30巻にもなろうとしているんですが、それでも圧倒的なパワーを見せています。リゼロはね過去に本編が11章構成って言われていたらしいんですが、現在は7章まで進んでいる状態です。これ本編完結するのは 4,50 巻くらいになるかもしれませんね。まだまだ盛り上がりを見せるリゼロですが、そろそろアニメの続編など大きなメディアミックス情報も聞きたいところです。今年はそこら辺も期待して楽しみにしていきたいですね。ということで今週は MF 文庫 J、 リゼロから始める異世界生活28巻が1位となりました。来週もね2週連続1位取るのか注目ですね。以上今週の売上ランキング動画はここまで。来週の結果が気になるという方はぜひこの機会にチャンネル登録していってください。今年も1年しっかりランキング動画更新していきますので、ぜひ毎週欠かさずに見てください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。